LINE は便利なツールですが、一つ間違えると怖い体験をすることもあります。そこで今回は実際にあった怖すぎる LINE のやり取りを7つご紹介します。 1. LINE 英語通訳の闇。これは自動に返信しているのではなかったのでしょうか。それとも 2. 1人多い。グループ LINE でのやり取り、確かにグループは4人、でも既読は5人、1人多いのはなぜ。知らない1人がやり取りを見ています。 3. 美容院に行った後に美容院の店員としての常識を疑ってしまいます。でもこんな LINE が来たら本当に怖いし気持ち悪い。個人情報が漏れやすいこの美容院には二度と行きませんよね。4. 恐怖のいたずら。 LINE で通話する際にアイコンと名前を変更して怖い画像を設定して名前を助けてにして通話するといういたずらです。これが夜中にかかってきたら恐怖で震えてしまいそう。 5. 電話に出なかったら。電話に出なかっただけで豹変する彼女、異常ともいえる束縛ぶりです。この怒涛の LINE を見ているだけで恐怖で別れたくなりませんか。 6. 無印良品からの LINE。 異常なメッセージが無印良品の公式 LINE から送られてきました。これは機械的なミス、それとももっと別の意味なのでしょうか。 7. 死んだ人のアカウント、その正体は。死んだ人のアカウントがいくつか存在しています。そしてその死んだ人のアカウントを追加するにはルールがあります。 1. こんにちはを必ず言うこと。 2. 削除は絶対にしてはいけない。 3. 誰ですかと聞いてはいけない。 4. ブロックするときはさようなら、僕の気持ちを受け取ってください、さようならという、1文字でも間違ってはいけない。 5. 返信が来たら2週間以内に死ぬ。この死んだ人のアカウント、実はこれだけではなく続きがあります。それがこちらです。死んだ人のアカウントとされているものが詐欺会社やいたずらの可能性はかなり高いのです。いずれにしても正体不明の ID を友達登録しない方が良さそうです。そしてこの拡散希望というのも注意。本当に怖いのは心霊的なものよりリアルな人間かもしれません。いかがでしたか。人間の本性を丸裸にしてしまう LINE から、これは機械的なものなのか、それとも不可解な現象なのか、説明がつかない LINE のやり取りまでありましたね。私たちが知らない LINE の闇の部分がまだまだあるのかもしれません。あれ、誰かから LINE が来た。何何、早く仕事に戻れですって。うわ、上司からだ。まずい、これも恐怖の LINE ですよ。すぐ戻ります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。またお会いしましょう。